チューリングテスト、チューリングテストとは、アラン・チューリングによって考案された、ある機械が知的かどうか、人工知能であるかどうかを判定するためのテスト。アラン・チューリングの1950年の論文、コンピューティング・マシナリーインテリジェンスの中で書かれたもので以下のように行われる。人間の判定者が、一人の別の人間と一機の機械に対して、通常の言語での会話を行う。 この時人間も機械も人間らしく見えるように対応するのである。これらの参加者はそれぞれ隔離されている。判定者は機械の言葉を音声に変換する能力に左右されることなくその知性を判定するために会話は例えばキーボードとディスプレイのみとい文字のみでの更新に制限しておく。判定者が機械と人間との確実な区別ができなかった場合、この機械は テストに合格したことになる。このテストは多くの人を納得させたが、すべての哲学者を納得させるには至らなかった。2014年6月7日、ロンドンのテストに13歳の少年の設定で参加したロシアのチャットボットであるが30%以上の確率で審査員らに人間と間違われて史上初めての合格者となった。 1956年に生まれた人工知能の分野は哲学的にかなり根が深い問題であった。機械は思考できるのかという問題には長い歴史の末に心に関する二元論と唯物論にはっきりと分けられていた。二元論の立場からすれば心は形事上のもしくは少なくとも形事上の性質を持っている存在であり、 したがって単に物理的な文脈では説明できないことになる。一方、唯物論の立場からすれば、心は物理的に説明できることから、心を人工的に作り出せる可能性はあることになる。1936年、哲学者のアルフレッド・エイヤーは、に関して、他者が自分と同様の意識体験を持っているとなぜ、わかるのかという有名な哲学的疑問を検討した。 エイヤーは言語、心理、論理の中で意識を持つ人間と意識を持たない機械を区別する方法を以下のように提案している。私にとって意識を持っているように見える対象が本当は意識を持つ存在ではなく単なる民や機械であると判断する根拠は意識の有無を判定するための経験的なテスト、エンピリカルテスッツのどれかに失格したということしかない。この意見は チューリングテストにとてもよく似ているが、エイヤーによるこの哲学上の古典がチューリングを支持しているのかは定かではない。イギリスの研究者は1956年に至るまでの10年間、機械の知性を研究していた。これはあのメンバーの共通のトピックであった。霊賞クラブはイギリスのサイバネティクス、電子工学研究者による 非公式の研究者グループであり、チューリングテストの名前の由来であるアラン・チューリングもメンバーの一人だ。特にチューリングは少なくとも1941年から機械の知性の概念に取り組んでおり、1947年にコンピュータの知性、コンピュータ・インテリジェンスについて触れているのは知られている限りで最も早い。論文、知性を持つ機械、インテリジェントマーシナリーの中で、 チューリングは機械に知性を持った振る舞いができるかどうかという問題について検討しており、この中で後に発表するチューリングテストの先駆けとも思われる提案をしている。チェス,チスでなかなかいい試合をするペーパーマシーンを作るのは難しくない。さて、実験の被験者として A、B、C の3人を用意しよう。A と C はチェスがあまりうまくない。B は ペーパーマシーンのオペレーターである、手を伝えるための仕掛けを施した二つの部屋を使う。そして C 対、A もしくは C 対、ペーパーマシーンでゲームを行う。C は、自分の相手がどちらなのか、なかなかわからないかもしれない。このように、チューリングは、論文、計算する機械と、知性、コンピューティングマシナリーインテリジェンスを発表する。 以前から数年間人工知能の可能性を検討していたのである。とはいえ発表された論文でこの概念のみに焦点を当てたのは計算する機械と知性が最初である。チューリングは1950年の論文計算する機械と知性を私は機械は思考できるかという問題の検討を提案するという主張で始めている。チューリングが強調しているように このような問題への伝統的なアプローチは、機械と知性の定義から入ることである。だが、チューリングはあえてそうせず、代わりに問題を緊密に関係しており、比較的厳密な言葉で表現されている新しい問題に転換した。つまり、チューリングの提案は、機械は思考できるかという問題を、機械は我々が考える存在としてできることをできるかに変えることであった。 チューリングの主張するこの新しい問題の利点は人間の物理的な能力、キャパシティと知的な能力の間の公平で厳しい境界線を引くということであった。この方法を説明するためにチューリングは模倣ゲームというテストを提案している。模倣ゲームとは本来男性と女性が別々の部屋に入りゲストはいくつかの質問を書き、 それに対するタイプ打ちの回答を読んで、どちらが男性で、どちらが女性か当てるというゲームである。このゲーム中の男性は、ゲストに女性と思わせるのが目的となる。チューリングは、以下のように作り直した模倣ゲームを提案している。ここで問題だが、このゲームにおける、A えな役を、機械がやったらどうなるだろうか質問者は、男性と女性でゲームを行った時と同じくらいの頻度で、 間違った判断をするだろうか。この問題が元々の機械は思考できるかという問題を代替するのである。論文の後部でチューリングは2社間で行う同じ図式を提案しており、ここでは質問者はコンピュータか人間のどちらかとだけ会話する。このどちらの図式も現在一般に知られているチューリングテストと正確には一致しない。 チューリングは1952年に3つ目の図式を提唱している。このチューリングは、BBC のラジオ放送で語ったバージョンでは審査員はコンピューターにいくつか質問をする。コンピューターの役割は審査員たちの多くを本物の人間、マンと信じ込ませることである。チューリングの論文では9つの反論が想定されており論文が 初めて発表されてから出された人工知能に関する主要な議論がこの中にすべて含まれている。ブレイ・ウィットビー、ブレイ・ホイットビーはチューリングテストに関する歴史の中に4つの大きなターニングポイントを挙げている。すなわち1950年の計算機械と知性の出版、1966年のジョセフ・ワイゼンバウムによるエリザの発表、1972年のの パリー制作、1990年のチューリング会議で、ある。エリザーは、ユーザーが打ったコメントから、キーワードを探し出して動作する。キーワードが見つかれば、ユーザーのコメントを変換するルールが適用され、その結果の文章が返される。キーワードが見つからなければ、エリザーは、一般的な返事をするか、もしくは前に言った言葉を繰り返す。さらに、ワイゼンバウムは、 来願者中心療法のセラピストの振る舞いを真似るようにエリザを作った。つまりエリザを実世界のことをほとんど何も知らないかのように振る舞えるようにしたのでる。これらのテクニックにより、ワイゼンバウムのプログラムはいくらかの人を騙し、実際の人間と喋っていると思わせることができたのである。エリザが人間じゃないなんてとても納得できないという被験者もいた。このようにエリザは チューリングテストを通過できるプログラムのおそらく最初の一つであることが多くのによって主張された。コルビーのパリーは感情傾向、アティチュードのあるエリザと呼ばれた。パリーはワイゼンバウムとコードではあるかもしれないが、同様の手法を使って変質性統合失調症の振る舞いを再現するよう見たものである。研究を実証するため、 パリーは1970年代初期にチューリングテストのバリエーション試験を受けた。まずテレタイプ端末を通して経験豊富な精神科医に本物の患者とパリーが動作するコンピュータの精神分析をさせた。次に別の精神科医のグループ33人にこの会話記録を見せる。そしてこの2つのグループにどちらの患者が人間でどちらがプログラムか判別させた。 この実験では、まさしく判別できた、精神科医は48%だった。当てずっぽうで決めたのと同様の数字である。エリザもパリーも、厳密なチューリングテストを通過できたというわけではないが、エリザパリー、そして同様のソフトウェアは、チューリングテストを通過できるようなソフトウェアが作られる、可能性を示唆している。さらに重要なのは、そのチューリングテストを通過できるソフトウェアに含まれるのは、 データベースと単純なルールの適用だけということもあり得ることだ。ジョン・サールは1980年の論文、心、脳、プログラム、マインズ、ブレインズ、アンドプログラムスの中でチューリングテストに対する反論を提出した。これは中国語の部屋として知られる思考実験である。サールは単に理解していない記号を処理しているだけでも、エリザのようなソフトは チューリングテストに合格できると述べた。理解していないのならば、人間がやっているのと同じ意味で、思考しているとは言えないということだ。従って、チューリングの、元々の提案とは逆に、チューリングテストは、機械が思考できるということを証明するものではないと、サールは結論している。サールその他の心の哲学の研究者が提出した、議論は、知性の本質、知性を持った機械の可能性。 チューリングテストの価値についての80年代、90年代を通しての激しい議論の火種となった。1990年はチューリングの計算機械と知性が最初に発表されてから40周年であったためチューリングテストが再注目された。この年、2つの重要なイベントが起こった。まず、4月にサセックス大学で開かれたチューリング会議。 チューリングコロキアムである。この時様々な分野の学者、研究者が集まって、チューリングテストの過去、現在、未来について話し合った。第2に、毎年1回のローブナー賞大会の設立である。ローブナー賞では、チューリングテストを実際に行う場を、毎年提供している。最初の大会は、1991年の11月に、開かれた。 ローブナー賞はヒュー・ローブナーによって開催され、アメリカ・マサチューセッツ州のケンブリッジ行動研究センター、ザ・ケンブリッジセンター・フォー・ビヘイビアル・スタディーズが2003年まで運営していた。ローブナーが語ったように、大会の目的は AI 研究を発展させることであり、また、それ、チューリングテストを実際にやろうとする人が誰もいなかったことも開催理由の一部である。 銀賞、聴覚と金賞、聴覚、視覚の受賞はまだない。だが、エントリーした中で、審判の意見による最も人間らしい、モーストヒューマン会話上の振る舞いを見せた、コンピュータシステムに、毎年同賞を送られている。アーティフィシャル、リングイスティックインターネットコンピュータエンティティー、ALICE 人工言語、インターネットコンピュータ体は、近年3回、2000、 2001、2004同賞を受賞している。学習型 AI の Javawacky は2005年と2006年に受賞している。Javawacky の制作者たちはテストの通過のためテストの前に人間のプレイヤーと長く会話しておきテストの際はこのプレイヤーの真似に専念するという個人化バリエーションの機能を導入した。ローブナー賞で試験されるのは会話上の知性である。 受賞プログラムは典型的な会話ボットであり、である。初期のローブナー賞では会話の制限はルールとなっていた。エントリーされたプログラムや隠れた人間が話すのは一つの話題のみで、同様に質問者も一回につき一行のみに制限された質問を行っていた。この会話制限のルールは1995年のローブナー賞では取り払われ、 様々な長さの会話がなされるようになった。サリー大学で行われた2003年のローブナーショーでは質問者はプログラムもしくは人間の相手と5分間を話すことができた。2004年から2007年は20分以上会話に時間をとっても良いことになった。2008年には質問の制限時間は1組あたり5分になった。これは主催者のケビン・ウォーリーク。 ケビン・ウォーリックとまとめ役のヒューマ、シャー、フマ・シャハ派が長い会話をしたからといって人工話者が本当に進歩したとは言えないと考えたためであった。皮肉にも2008年の受賞プログラムのエルボットは人間を真似るものではなかった。個性はロボット自身のものだったにもかかわらず人間と平行比較して三人の質問者を騙し人間だと思わせた。ローブナー賞により チューリングテストの現実性やテストを実行する意義について新たに議論が巻き起こった。エコノミスト誌はアーティフィシャルストピデティ人工馬鹿というタイトルの記事中、最初のローグナー賞受賞プログラムの受賞理由、少なくとも理由の一部が人間らしいタイプミスを真似できたからだと書いている。チューリングは出力にミスを加えればプログラムはゲームのより良いプレイヤーになると進めている。 チューリングテストの通過に挑戦するのは、他の実のある、研究の邪魔になるだけだというものもいる。ローブナー賞の初期に、第二の問題が起こった。単純な、アンセフィスティケイテッド質問者を使ったため、知性と思われる何らかの要素よりも、器用に作られた細かしが通過できたということである。ローブナー賞は2004年から質問者の中に、哲学者、計算機科学者、ジャーナリストを配備している。 2005年11月、サリー大学の主催で、人工和社の開発者たちの1日集会が初めて開催され、ロビー・ガーナー、リチャード・ウォレス、ドロ,ロカー・ペンターらのローブナー賞受賞者も出席した。招聘された講演者は、デビッド・ハミル、ヒュー・ローブナー、ヒューマ・シャーなど。2008年、レディング大学で開かれたローブナー賞と並行して、アシュビー、 アーティフィシャルインテリジェンスシミュレーションオブビヘブアー人工知能及び行動シミュレーション研究会がチューリングテストについて話し合う1日シンポジウムを開いた。主催はジョン・バーンデン、マーク・ビショップ、ヒューマ、シャー、ケビン・ウォーリック。講演者はイギリス王立研究処理時のスーザン・グリーンフィールド、バロネス・スーザン・グリーンフィールド、セルマー・ブリングス・ヨード。 チューリングの電気作家アンドリュー・ホッジーズ、認識科学者、オーエン・ホラントなどである。正式なチューリングテストに関する合意は得られなかったが、ブリングス用ドは相当に大きな賞を設ければ、チューリングテストの通過は早くなるだろうと語った。チューリングテストの初期バージョンには、主に少なくとも3つがある。2つは、計算機械と知性で述べられたもので、もう1つは、ソウルトライガー。 ソウルトレイガーが標準解釈と述べたバー4である。この標準解釈がチューリングが述べた通りのものなのか、チューリングの論文のミスリードに基づくものなのかには議論があるが、これらの3つのバージョンは同値であるとみなされておらず、それぞれ長所と短所がはっきりしている。戦術したように、チューリングは3人のプレイヤーからなる、ただのパーティーゲームについて書いている。 プレイヤー A は男性、プレイヤー B は女性、プレイヤー C、質問者の性別はどちらでも良い。模倣ゲームの中で、プレイヤー C は、プレイヤー AB のどちらも見ることができず、文字の書かれたメモを通してしかコミュニケーションできない。プレイヤー A と B に、いくつか質問することで、プレイヤー C は、どちらが男性で、どちらが女性かの判断を試みる。プレイヤー A の役は、 質問者を騙して間違わせるのが役目で、一方、プレイヤー B は質問者を手助けして、正しく答えさせるのが役目である。チューリングはコンピュータが、プレイヤー A の役をするのはどうかと提案した。これが、スーザン・ジー・スターレットが、原型模倣ゲームテスト、オリジナル・イミテーション・ゲイ・テストと呼ぶテストである。従って、コンピュータの役目は、女性になりきって質問者を騙し、 間違った答えを出させることである。コンピュータが成功したかどうかは、プレイヤー A がコンピュータの場合の結果とプレイヤー A が男性だった場合を比較して判断する。チューリングが述べたところでは、もし男性と女性でゲームを行った時と同じくらいの頻度で対コンピュータのゲームで間違った判断をするならば、そのコンピュータには知性があると言える可能性がある。 チューリングの1950年の論文で第2のバージョンが発表された。原型模倣ゲームテストと同様に、プレイヤー A の役はコンピュータが演じるが、プレイヤー B の役は女性ではなく、マン、男性、人間になっている点が異なる。このバージョンでは、プレイヤー A、コンピュータとプレイヤー B はどちらも質問者を騙して、間違った答えを出させようとしている。 チューリングテストは単にコンピュータは質問者を騙してコンピュータを女性と思い込ませられるかを確かめるのが目的ではなくコンピュータは人間の真似をできるかを確かめるのが的であるという共通見解がありこの見解がチューリングの意図通りのものなのかという議論もあるがスターレットはこの見解を信じておりこれに合わせて第一、第二のバージョンをまとめているトライガーなど この見解を否定している者もいる。この共通見解から標準解釈とされる解釈が導き出された。この標準解釈のバージョンでは、プレイヤー A はコンピューターで、プレイヤー B は人間、性別はどちらでも良いである。質問者の役目は、どちらが男性で、どちらが女性であるかを当てることでなく、どちらがコンピューターで、どちらが人間かを当てるものである。 どの解釈がチューリングの意図したものなのかについては議論があった。スターレットはチューリングの1950年の論文にある2つのテストはチューリング自身の発言とは逆に同値ではないとしている。パーティーゲームを用いて正解頻度を比べるテストは原型模倣ゲームテスト、オリジナルイミテーションゲーテストと呼ばれ、一方で人間及び機械と会話して人間が 会話相手が機械かどうか最定するテストは、標準チューリングテスト、スタンダードチューリングテストと呼ばれる。スターレットは、これを模倣ゲームの第二バージョンではなく、標準解釈、スタンダードインタープリテーションであると述べている。標準チューリングテストには、批判者も指摘する問題がいくつかあるが、定義上の原型模倣ゲームテストは、標準チューリングテストと決定的な違いがあるため、 それらの問題の多くに免疫があるという。原型模倣ゲームテストは判断基準を設定するために人間の振る舞いを使用するけれども人間の振る舞いを真似できるかは判断基準にしていないのである。人間、男が原型模倣ゲームテストに落ちることもあり得るが落ちることによって臨機応変の際に欠けた人がわかるということは 知性のテストとして望ましいというのがスターレットの主張であ。つまり、原型模倣ゲームテストでは、会話の振る舞いのシミュレーションではなく、知性が伴う臨機応変の際は必要になるということだ。この原型模倣ゲームテストの基本構造は、非言語の模倣ゲームにも使える。他の著作家もチューリングは模倣ゲーム自体をテストであると主張していたと解釈しているが、 パーティーゲームとしての模倣ゲームを使ってチューリングが提案したテストスターレットの夕方模倣ゲームテストに関してゲーム1ラウンドあたりの成功数ではなくパーティーゲームとしての模倣ゲームとの成功頻度の比較を判断基準に据えるというチューリングの言説をどう考えるかは特定できていない参加者の一人がコンピュータだとテストの質問者は知っているのかどうか チューリングは明言しなかった。原型模倣ゲームテストに関しては、チューリングは、プレイヤー A が機械と入れ替わる、言っただけで、プレイヤー C に、この交代が知らされるとは書いていない。FD ヒルフ、S ウェーバー、AD クレイマーが、パリーをテストしたときは、機械の存在を知らせていた。質問者は、インタビュー対象の一人かそれ以上機械がいるのか、知るまでもないとしている。しかし、 愛しさ制限などが強調しているように、この問題は、チューリングテストの実装及び結果に大きな違いを生む。チューリングテストの強みの理由は、何について話しても良いという点である。チューリングは、我々が努力しようと思うようなどんな分野だろうと、その導入には、Q、Q&A 方式が適切であるように思えると、記している。ジョン・ハウガランドは、言葉を理解するというのは、不十分だ。 話題を理解しなくてはならないと補足している。うまくデザインされたチューリングテストを通過するには、機械は自然言語、常識的推論、知識、学習を活用しなければならない。またチューリングテストを映像入力や対象を取り入れる、入り口を含めた形に拡張することもできる。こうなると機械は映像やロボット工学の技術も導入しなければならなくなる。 これらによって人工知能の主な問題はほぼ全てで揃うのである。これらの強みや評価にもかかわらず、チューリングテストはいくつかの立場から批判されている。チューリングテストは知性や知覚力があるかをテストするものではなく、コンピューターが人間を真似ることができるかをテストするもので明らかに擬人的である。チューリングテストが一般的に言う知性。 インテリジェンスを試験できない理由は二つある。とピーター・ノービグは、チューリングテストは、その擬人感のせいで知性を持つ機械の工学上の課題として、あまり実用的ではなくなってしまっていると主張した。ラス・セルラは例えを用いて、高空力学のテキストは、その部門における目標を、他のハトを騙せるくらいに、ハトと全く同じように飛ぶ機械を作ることと、 定義したりしないと説明している。この非実用性のために最も普遍的な解釈のチューリングテストへの挑戦は2005年の時点では学術的、商業的な取り組みの主流からはあまり目を向けられていない。人工知能関係の分野での研究は現在もっと小規模かつ特定された目標に注目している。ラッセルとノービグはプログラムをテストする方法は もっと簡単なものがあるため、人工知能の研究家は、チューリングテストの合格にほとんど注意を払っていないと書いている。例えば、人と機械を入れた、チャットルームでまず質問するというような遠回しな方法よりも、直接命令を与えた方が簡単なのだ。チューリングは、自らが考えたテストが、AI プログラムにおける、実際の日常的な指標として用いられるとは全く、 意図していなかった。チューリングテストはまた、対象の振る舞いのみを試すという点で明らかに、行動主義、機能主義である。チューリングテストに合格する機会が、人間の会話上の振る舞いをシミュレートできるのは、ただ巧妙に作られたルールに沿っているだけだから、ということもあり得る。 この文脈における有名な反論は、ジョン・サールの中国語の部屋と、ネド・ブロックのブロックヘッドの二つがある。知性の作業定義として、チューリングテストが有効であったとしても、チューリングテストによって機械に意識、コンシャスネスや自主性、インテインシャナリーがあるかを測れるとは限らない。例えば知性と意識が、それぞれ別個の概念だったとしたら、チューリングテストは、 知性のある機械と知性のある人間との間にある鍵となる相違を見出せないということもあり得る。戦術したものも含め、チューリングテストには数多くの別バージョンが議論されてきた。対象者やそれぞれの役目における機械、人間を反転させた、チューリングテストは反転チューリングテストと呼ばれる。これには精神分析学者の,の著作で触れられた例がある。バイオンは特に 心と別の心の出会いが生む嵐ストームに注目していた。ロバート D ・ヒンシェルートはこの考えを進めて、心は装置、アプラタスを認識する心であるとし、このことがチューリングテストのある種の補足になりうると述べている。この場合の課題は、関わっている相手が人間か別のコンピュータなのか、コンピュータ自身が判断できるかになる。 これはチューリングが試みた問題の拡張であり、人間らしく見えるように考える機会を見つけ出すためには、より高い水準の機会が必要となるであろう。キャプテチャは反転チューリングテストの一種である。ウェブサイト上で何らかの行動をする許可を得る前に、ユーザーはねじれた画像上の文字列を見せられ、その文字列を入力するように求められる。これは、 自動システムによるサイトへの嫌がらせを防ぐことを目的としている。歪んだ画像を読み込んで再処理するほどの進んだソフトが存在しない、少なども通常のユーザーには利用できないため、このような処理ができるシステムは人間だけであるということがキャプテチャの原理になっている。つまり裏を返せば、おそらくだが人工知能が未だ完成されていないということになる。 専門家チューリングテストと呼ばれるバージョンでは、機械の反応は特定の領域の専門家によって比較される。脳や体のスキャン技術が進歩すれば、人間のデータ要素をコンピュータシステムに複することも可能になるかもしれない。不滅性テストと呼ばれるバリエーションは、人間の主要な個性がオリジナルの人物と区別できないくらい、そっくりに複製できたかを調べるチューリングテストである。 最小知性シグナルテストは、クリス・マッケンストリー、クリス・マクインストリーが提唱したチューリングテストのバリエーションである。イエス・ノーの返答のみが許可される。このテストは主に人工知能プログラムと対象するための統計データを集めるために使われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。